それでは本日は国家公務員試験令和2年67番の問題をしたいと思います。この問題は出順単位体積重量、乾燥単位体積重量を求める問題でした。これと類題に27、29、30、令和元年のそれぞれ67番が出ていますが、こちらの方は含水比を求める問題だったり、間隙比を求める問題だったり、そのような問題が出てます。含水比であれば質量で解くと、間隙比であれば、体積の方で解くと、まあそういうのもしっかりと勉強しとった方がいいと思います。これに関してはその問題からすれば比較的簡単になったんではないかなというふうに思います。では解いていきましょう。まずは単位体積重量って何かっていうと、単位体積重量はニュートンを体積で割ってあげたもの。だからこの単位があれば問題が解けていくということになります。単位は必ず公式とつながってますので、それを参考に問題を解けばいいかなと。あれ忘れたっていう時には単位をよく見ながら解けばいいかなというふうに思います。今回の問題は土資料がありました。でそして湿潤状態の時に 9kg で、体積はこのようにありました。で乾燥させたらその 9kg が 7kg になりましたよという問題でした。でそこで湿潤単位体積重量と乾燥単位体積重量を求めなさいということでした。で湿潤単位体積重量といえば、湿潤状態の時の体積があって、そして質量があります。でここでは単位体積重量がニュートンで、体積ではニュートンを体積で割るということだったので、ニュートンにするにはどうしたらいいのかと、キログラムに、ここですね、重量加速度は今回は 10m/s/s というふうに与えられてましたので、数字は 9.8 ですけども、計算しやすい国家公務員試験の場合は10というふうに与えてますので、それを用いた時にニュートンになるにはキログラムという質量に加速度をかけてあげればニュートンになるというふうに覚えておきましょう。このような式がニュートンになるということは、今回は 9kg でした。それに加速度10をかけてあげると、そうすればキログラムに加速度がかかりますね。これニュートンになりますね。これとこれを掛け算したら90ですね。90ニュートンになる。でそれを体積で割ってあげるとこのようになっていくと。なのでこれがニュートンになりました。体積は変わらずです。なのでこれが単位体積重量になります。ということでここはどうなるかというと、ここは 18×10⁄3、この10の3乗は何かというと1000ですね。1000はキロなので、だから答えが18キロニュートンパー、立方メートルというふうになっていくと。だからこのようにして求めるだけです。であとはもう一つは何かと言ったら乾燥ですね。乾燥した後はどうなるかということなので、乾燥後は7キロだったので、それを同じように解いてあげると14というふうになります。この問題に関しては今回簡単でしたので、ぜひこちらの類題の方を解いて、含水比あるいは間隙比、そちらの方も解けるようになっていきましょう。以上で説明を終わります。